プキュー。やっぱり前に私、弥生さんから同じ気配を感じるって言ったじゃないですか。詳しくはわかりませんけど、弥生さんは何か展開とつながりがありますよ。キューピッドじゃないのは確かです。それなら私がわかるはずですし。相変わらず今日もお美しい。もう朝からそういうこと言わないの。ところで何を話していたんだい。なるほどね。まあ基本的に女性は道を覚えるのが苦手らしいから、そんなに気にすることはないのでは？でも毎日高山くんと一緒に登校しているから別にいいんじゃないの？違いますよ。しのぶさんといつも一緒だから覚えられないんです。しかし道に迷わない僕には良い策が浮かばないね。Thank you.
しのぶ、なんか面白いもんでもあったか？緊張するんだ。はいはい、何でもいいから早く掃除始めちゃいましょう。それもそうだな。さっさと始めて、さっさと終わらせちゃおうぜ。滝沢なんかやっつけちゃえ。
嫌いなわけじゃないけど、なんか夏休みってだけで気分がウキウキしてくるのよね。そういえば、しのぶさんも浮かれてましたね。ほな、高山、いや、いろいろとね。夏休みにはラジオ体操があるだろう。学園に通ってる時よりも早く叩き起こされるんだよ、弥生に。もう暑いのだよ。
なことって。せめてどちらか片方なら我慢もできるのだがね。それはそうだけど、僕の話ちゃんと聞いてたかい？叩き起こされてるって言ったのだが、それはだね、弥生の本性を知らないからさ。それに羨ましいって言うなら高山の方が羨ましいじゃないか。毎朝メルちゃんに起こしてもらってるんだろ？あのホエホエしたメルちゃんがかい？想像もつかないね。今までの話を総合するとどっちもどっちかな。お互い起こしてもらえるうちが花だな。うん、君が似たような境遇だということが分かって安心したよ。それでは。おーす、しのぶ。おー、オイラはいつだって元気だぜ。忍が長袖なんか着てるからじゃないの？オイラみたいに半袖短パンにすれば？ああ、オイラ冬でもこの服だぜ。なんか変かな？何言わすんだよ。大丈夫だよ、そんなの。しのぶってさ、たまにおっさんみたいなこと言うよな。だってよ、もしかして気にしてた？ああ、じゃあまたな。はあ、ああ高山。悪いかもしれないね。喧嘩ではないが、弥生のやつ僕のこの髪を切れって言うんだ。夏場にその髪は不潔だって、滝沢みたいにしたらとか言うんだよ。僕だってそうさ、物心ついてからずっとこの髪型なんだから。さすがの僕も分かりかねるね。僕にどうしろっていうのか。いや、いくら弥生の言うことでもこればっかりは。君、そういう趣味だったのかい？ああ、そういう。僕はまたついに男まで惑わせてしまったのかと。それでは、まあシミュレーションということで。バカだな。もちろん弥生に決まってるじゃないか。ちょっと
と待ってくれよハニー。いくら弥生の頼みでもそれだけは。もういい。高山に相談したのがそもそもの間違いだったことに気がついたよ。しないとって感じかな。うにゃ。え、高山くんも？うにゃうにゃ。そうなんだ。メルちゃんも苦労してるんだね。熱がある。
どうしたの？突然。ああ、よくメルちゃんが噛まれてたもんね。他の子に対してマーなんでしょ？エナジーが混じったおかげね。あら？あまりといえばあまりな言われようね。しのぶちゃんの夢みたいね。危ない目に遭ってるらしいわよ。どんな夢見てたのかものすごく気になるわね。しのぶさん。しのぶさんのことは私が助けます。安心してくださいね。メルちゃん、あら、やけに信頼してるじゃない。